あの戦いを終えて、僕たちはそれぞれの世界を歩み出したんだ。再び日常の暮らしを取り戻した遊戯たちの前に現れる謎の少年。新たな遊戯王のヒストリーがここに刻まれる。僕たちはまた導かれる千年パズルによって。久しぶりだな。この日を待ちわびていたぞ。行くよ海馬くん、僕のターン。ザ・ダークサイド・オブ・ディメンションズ、2016年4月23日公開。